高見器養生の、高岡徹です。創業は昭和24年なので今年で、67年目になります。祖父からやってるので僕で3代目です。いわゆるあの着物の中の和装小物というところで、着物の半襟だったり、あと帯揚げ、あとはもう風呂敷ですねの白生地を主に製造しております。やっぱりその出来上がりの時の光沢をすごい綺麗に出したいので、いい光沢が出るように自分の工場で念刺しています。でちょっと最近はあの自社オリジナルの風呂敷を今作っています。あの自分のまあ長男が生まれた時なんですけども、その長男が生まれた時にあの皆さんにお祝いいただいた時のうち祝いとしてそれを作ってあの渡したらすごい喜んでもらえたので、じゃこれをちょっといろんなところでも販売しようと思いまして、まあ、お祝い事の風呂敷を作って、自分のとこから発売していければなと思っています。で祝い事には風呂敷包んで持ってったりとかっていう文化は昔からあったので、それを自分なりのアプローチをしていければその文化は残っていくんかなとは思っています。その、まあ、親も年取ってきてるん で、まあね、あの働いてる人も年々年取っていくんで、で僕としてはその若い人を入れていきたいなっていう思いがあるので、その子もしその子が入った時にスムーズにその引き継ぎができるようにっていうことを前提に工場のことを考えていけたらなとは思います。その、まあ、自分が継ぐんですけど、自分の子供たちがやってもいいかなっていうふうにはしておきたいです。その本人らがいろんな野望とか夢抱くと思うんですけど、その選択肢として確実に残しておきたいなっていうのはあります。逃げるんじゃなくて